そうです。当時の16ビット機からの時代から、まあ今最近の、まあ、次世代機と呼ばれるところまで、まあ、ハードが移り変わる中で、こういったキャラクターゲームソフトのタイトルがまあ減少しているっていうことに関しては、でそのハードの性能が上がったことでゲームの評価される部分っていうのは非常に、その、まあ、遊びはもちろんあるんですが、ビジュアル部分に大きく、まあ、評価される判断基準っていうのが持たれるようになってきたと思うんですよ。で、まあ、特にそのリアリティの追求をすることで、そのタイトルそのもののクオリティが高いっていう評価がされるがために、逆にそういこういった、まあ、カートゥーン系の、まあ、キャラクターものっていうのは、ターゲットとしてやや、まあ、子ども向けな印象を与えてしまうっていう、まあ、位置づけというかランク付けみたいなものが自然となってしまったところがあると思うんです。当時その16ビットキーで遊ぶのは、まあ、子どもたちをターゲットとした、まあ、おもちゃというところからゲームが始まってると思うんですけれども、まあ、その点がもうハードの性能と、まあ、価格も当然あると思うんですが、それが上がったことで、もうすでに我々が狙うターゲットが上昇してしまっているというところもあって、まあ、大人がキャラクターを好むかどうかというところでの差異がやっぱりできてしまっているので、そうですね、今のそのゲーム業界全体の中に比べればキャラクターものの比率っていうのはやっぱり低くなってしまうっていうのは、多少こういった、まあ、ソニックはその中では非常にまだ今年15周年を迎えるぐらいずっと毎年タイトルを出しているので、非常にいいケースというか残り方をしているとは思います。ただ、まあそういった状態になっているのも、まあ、ゲーム業界だけであって、漫画コミックであったりとかテレビアニメーションに関しては子ども用のキャラクターっていうのは全然存在しているので、まあ、そういう意味では今のゲーム業界が多少昔その16ビットの頃と比べれば市場として変わってしまっているっていうのが原因なのかなと思っています。スターファンの方ですか？ まあ非常にもう古いタイトルなんで、今でもまあアリスタ知ってるよって言われると非常に嬉しいですけれども、まあ日本でも、まあ、ネットとかでちょっと調べてみると、まだそのサイトでリストのことを紹介してくれてたりとか、割と評判がいいことを書いてくれている方々も多くいるので、非常に、まあ時間を超えても、あのタイトルは良かったねって言われて、まあ今回入れてこういった形でまたプレイすることができるっていうことで、その当時の良さとやっぱり、今にはない面白さ、今最近のゲームにはちょっとない本質的なところとかっていうのが非常にこのリストのタイトルには含まれているので、ぜひ最後までプレイしていただいて細かいところをチェックしてもらえると嬉しいかと思います。はい。